補作だと僕が2時間半ぐらい土に埋まってるやつとかそれ見てないな。7時間ぐらい蚊に刺され続けるやつとか。蚊に刺されるやつは、はい、そうテーマとしては何があるんですか、ステートメント的には。テーマとしてはあれはまあなんか僕ら夏あんなにたくさんじゃなくても蚊全然潰すそうですか、はい、もう手だけじゃなくて薬とかでも殺すし、うん、でも僕らにとってはその全然気にも留めない一瞬だけど、蚊にとっては一生の大事、うん、個体の差による意識の違いみたいなのをちょっと見方を変えられないかなみたいなことをやっていて、僕あれは1日分でしたけど結構ひと夏分ぐらいやったらあのくらい潰すんじゃないかなって。1回1回だと別になんてことないけど、並べてみたらやっぱりその1回1回が積み重なってすごいグロテスクなことに思えちゃうんじゃないですかなみたいな。それはあれか、手法とテーマ自体はもうほぼ用意ドンみたいな感じなんですか、その発想の感じは。あれはそうですね、まあ、今回 その雪降る街だから雪を素材にみたいなのと近いのがあって、まあ、その時ももう9月頭に展示することが決まっていて、でその展示する部屋の近く、めちゃくちゃ近くにめちゃくちゃ蚊がいる藪があったんで、はい、蚊がいる時期だし、やる場所の素材を生かすのにそれがいいかなみたいな。でもなんかその日々顔潰しながらさっきおっしゃってたテーマみたいなことは、まあ、日常生活でもなんとなく考えてたことがあってみたいな感じなんですよね。そうですね、ふと潰した時とかに、具体的にはなんか1回叩いてみたら2匹同時に潰れた時にふと思った。1匹ずつの蚊の気持ちに寄り添ってみたんですか。この2匹同時に潰して俺からしたら2匹同時だけど、この形はそれぞれ別の個体だし、どういうストーリーが違うよなって思ったってこと、はい、そうです、ね、まあ、寄り添ってたら自力で400匹も殺すかという話ではあるんですけど、まあでも殺した分と同じぐらい生まれるようにちゃんと自分で血吸わせてやってるんで、大体量はトントンぐらいになってるめちゃくちゃ吸われたの。コンプラ意識してる。まあいや、まあそれ顔あんなに殺すなんてひどいみたいな。でも大丈夫です。まあ、蚊にも血を分け与えてるんでみたいな。まあ別に誰に言われるというか自分の中でなんか対等にやるためにみたいな。ちなみに埋まってるやつはどうなん、何なんですか。埋まってるやつは、まあ、前提としてパフォーマンスの授業の中でやったんで、パフォーマンスを場で5分から15分ぐらいの中でするっていう制約のもとを考えたっていうのがあるんですけど、その中で授業となんで一緒に15人ぐらいなんですよ、パフォーマンスを。その中でそこだからこそできるインパクトがあり、いい感じのことは何かって思って、うん、2時間半っていうのは15人ぐらいいまして、はい、僕の出番11番目とかなんですけど、はい、会場前から客席の土の中に埋まっていて、前10人ぐらいのパフォーマンス全部土の中で過ごしてたから、はい、自分の出番になったら客席から生まれてくるみたいなやつなんですよ。まあまあびっくりで、まあ何がしたかったかっていうと、そのフィルターバブルっていう社会現象があるんですけど。フィルターバブル、はい、そうフィルターバブルっていう社会現象があるんですか。一番なんかその時に身近だったのはトランプとヒラリーが選挙戦やってたりで、その時に報道されてた現象が面白いなと思ってて、トランプ側の人は誰もヒラリーが勝つと思ってなくて、ヒラリー側の人は誰もトランプが勝つと思ってなかったみたいな話を聞いたんですよ。まあ自分たちの陣営が勝つと思って、それは自分の周りにそういう人しかいないから、そりゃヒラリーでしょとか、そりゃトランプでしょみたいな感じだったら、自分がネットとかで検索するワードもそっち陣営のもの情報ばかりだし、だからこそ多分今サジェストされてくる情報もそっち陣営のものばかりみたいになって、自分で遮断してるつもりはないのに、うん、自分側に情報が遮断されてしまって、うん、相手側の情報が見えなかった、トランプを支持してる側のやつのこと全然見えなくなっちゃったみたいなのが面白いなと思っていて、うん、なんでそれをこう表現しようかな。もう観客からすると僕が出てくる前のパフォーマンス会場っていうのは地上だけのものなんですけど、僕が出てきて、で一通りやり終わったら僕また戻るんですよ。そんで残りの5人ぐらいまでやり過ごすんです足とかちょっと出てるけど、はい、まあでもそうすると同じ場所にいるのにいるし、観客も同じようにしか見てないのに、僕のこの埋まってる1人分パフォーマンス会場確証できた。まあなんでその自分がもう見えてないことすら知らない世界にも人間がいて、こう生を営んでいるぞみたいなのを言おうかと思いました。お話聞いてると盲点というか、人のなんかその気づいてないけど意識してないところを誇り払って見せてあげるみたいな感じのやり方が好きな感じなんですよね。はい、自分としてもそういうところに気づかせてくれるものが好きだったりするので、そういう探し方をしています。俺一回美術館行ったらなんかまあ全部何もなくて、隅っこのところに全部ちっちゃい作り物草が生えてて、
手作りの草みたいなやつがでポツポツポツってあって、うわすごいと思ってこうやって見てて、まあ、それ自体は別に面白かったんですけど、外出たら全部美術館みたいに見えてきてうわ草すげえみたいな、あいい展示ですね。いやそうすごいいい展示だったんですよそれ。まあ、これは言い過ぎですけど、このパフォーマンス見た後にみんなになんか土に埋まってるかもなって思ってもらったり、なんか蚊潰すためにはなんか溜まるとなみたいな思ってもらったりするといいかもなみたいな、蚊潰すために金井さんのこと僕思い出します。で次はこの歯車ですよね。そうですね、まあでも歯車あれかまだできてないし、1月の17から19にここでやると2月の頭12にお台場のなんだっけ科学未来館でチラッと置ける、2月の1、2の科学未来館に置けるらしい。だったら来てください。まあガンガン回していいんじゃないかな。2日しかないから壊れても別に面白いというか完璧なものを作ってるという感じはないので、こういう思考しているという流れを持って作品としているので、成り行きみたいなの聞いていいですか。僕のですね、なんでこんなことやってるんですかっていうのがなんかちょっと気になってきたんですけど、大学は普通の大学なんですよね。そうですね、まあ普通に言うてもちょっとそういう性質、その政策とかいう性質もあるじゃある学部、情報学群、筑波大の情報学群の中の情報メディア創生学類っていう、かっけーって感じの名前の学科なんですけど、学類なんですけど、基本的にはまあ数学プログラミング学びながら、まあ、やるやつはデザインやったりとか、まあ俺みたいなあの映像作るやつ、インフォグラフィックスとかをやる人もいて、学校でも作ってはいたんですね。まあそうですね、授業とは関係なく勝手にですけど、土に埋まるやつとかは筑波大の中の芸術の授業を卒業単位関係ないけど取りに行ってやってた。あの戻すと、もともと好きではあったんですね。そうですね、あの高校ぐらいにまあ身内であの学生映画とか作ってまして、その流れでまあなんか映像のこと学んだり映像の技術の中身のこと学んだりみたいなことがしたくて、まあその学科選びまして、結局自分で普通に作り始め、まあ、あの今言った以外にもいろいろしょうもないのを含めていろいろ作っていて、そのアート寄りになっていったのはそういう思考なんですか。もともとその映画作ってた時点でも割とこう、まあ、ちょっとでも結構絶妙なラインですよね。なんかこの分かる人しか分かんないってわけでもないですもんね。結構面白いですもんね。なんかそのなんていうんですか、とっかかりっていうか、ちゃんとこうキャッチーさをこう担保してるっていうか、まあ前提として僕が分かる人ではないので、僕があの面白いと思うことをやると自然とそうなるというのもあるんですけどね。わざわざなんかみんなに分かりやすくしようと思って、はい、そういうちょっと過激なアプローチを選んでるっていうよりは、まあ、自分のなんかその好みの方向に行ったら自分が面白いと思わないものを作らないと思うので確かにそれはそうですみんなそうだと思うんですけど今ここにいるのは割と自分の中ではあの変じゃないっていうか、俺が面白いと思うことがここの受験の時に先生たちに会ってよかったなみたいな感じではあります。そう、受験の時は何を作ったんですか。受験の時はその土に埋まるやつとか、あとまああの筑波大のダンス部すげえ強いんです、すごい強いんですけど、はい、まあ、その人とコラボさせてもらって僕があのプログラミング書いたりして、はい、あの舞台演出としてパフォーマンス一つをチームで作るみたいなのとか、テクセルっていう番組があるんですけど、あの NHK のイテレでやってるやつで、それにあのそれで15秒ぐらいのちょっと面白い映像効果を使ったジングルみたいなのを作るっていうコーナーがありまして、そこにあのちょいちょい投稿していたんで、それを並べて出したりとか。結構多作というかあれなんですね。まああんまり長いスパンではもう作れず、パンパンパンとなんか。ああ、まあ今っぽいですよね。そうですね。なんかあんまこだわって長い何十年かけて作りましたって。まあ、学生でそれやってると卒業しちゃいますから、ね。まあ、確かにね。確かに。そういうのできるのもすごいと思うんですけど。それでも外した時どうするんだって思いますけどね。まあでも何を外れとして何を当たりとするかみたいな。あ、まあね、僕らあの僕が学部の時とかだとやっぱりあのコンペで取るとかが当たりになっちゃいますけど、はい、なんかまあそれが正しいとも思いませんし。面白い、その話聞かせてください。あ、そうですか。でも最近ね、なんかまあ俺の中では結構はっきりあるんですけど、はい、なんかその成功失敗についてのさまざまな意見があるじゃないですか、はい、人の意見をちょっと知りたい。まあ俺も分かんないっすねぐらいの感じですけど。まあもちろんもちろん、はい、でも自分の中で多分これはうまくいった、これは失敗したみたいなので、例えばその今の話の流れだとコンペに出して通ったら成功、落ちたら失敗みたいな感じじゃないですか。まあ、学部時代はちょっとそういう感じはありますね。今はもうない。今だとじゃあどういう、どのラインで成功ってなるんですか。それがね、分かんないですね、やっぱ。え、じゃあ失敗は、失敗は何だろう。やっぱり自分完成した後自分であんまり面白くねえなって思っちゃうことですね。あ、それだけは確実に失敗だと思うんですよ。まあでもそれじゃあひっくり返したら成功っていうのは超面白いぜみたいな感じに
なればってことか。そうですね、それはやっぱ必須条件だと思いますけど、なんかそれだけでもないんだろうなとは思いますよね。なんかその他の要素って何だと思います？なんかその金井さん的に。やっぱりそれが自分が面白いと思っていることが人に伝わってこそかなとは思います。その人っていうのが審査員とするのか観客とするのかちょっと分からないですけど。面白いですよね。その人に伝わる話って、はい、確かに誰に伝わればいいか問題ありますよね。そうなんですよ。ですよね、はい、なんか俺親戚のブック作ってる時、はい、もう誰か一人でいいからなんか分かってくれたらいいなみたいな感じだって、まあ一人分かってくれたからよかったんですけど、でも結構それで俺満足しててありがとうございました。あ、はい、急にこういう作品作ってる人たちってどこゴールにしてるんですか？うん、まあそれもやっぱ個人いろいろだと思うし、うん、俺の中でも定まってないんですけど、やっぱりあの生活の中に制作をこう組み込めて継続的にできるってことと、はい、自分がいいと思ってるだけじゃなく発表の場があっていいと思ってくれてる人で、まあ何かしら、まあ、時間だとか金だとかを割いてくれる人が見つかっていけたら、スタイルとして一つ自立できたってことになるんじゃないかなと今思っている作家として。別にあのこれで金は多分稼げないと思うので、それはあの自分で普通に給料の中でやる。今言ってるのはもうちょっとコンスタントにその発表できる場所があったりとか。あ、そうです、ね、っていう話ってことなんですか？そうですね、まあ、自分でギャラリー借りてとかももちろんやった方がいいんですけど、まあ、それだけではなく人に求められてやるとかそういう体制になれたらいいなとは思ってます、ね。あ、まあ、企画展とかだったり、あ、呼ばれたりとかってことか。なんかもう作り続けることが別にゴールっちゃゴールなんですね、割と。まあそうです。プラスあれば最悪それしてれば多分作家とは言うんでしょうし。